皆さんこんばんは。年長いの俺の話を聞けへようこそ。初めての方もいらっしゃると思いますが、僕は今グレーのアリーナツアー絶賛全国回っています。グレーのライブで会った方、他のジャズライブで会った方、道ですれ違った方、いろいろといらっしゃると思いますが、年長いです。よろしくお願いします。俺の話を聞け、これはですね、ドラム、まあ僕ドラマーなので、ドラムや音楽のことをいろんないい話をして、楽しい話をして盛り上がっていきましょうという企画です。今日が初めてなんですけどね。ちょっとちょっとちょっと、トシさん、トシさん、いや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 、急にどう、何やってんですか急に。なんかもう、いや、一人で始めちゃった、びっくりしました今。トシさんの俺の話を聞けはですね、いやいやいや、ちょっと一回整理してもいいですか。一回座ってもいいですか。すいません、はいはいはい、なんで今日一人でいきなり。いやいやいや、巨匠がこう、いやいやいや、ちょっと待ってください。趣旨をね、やっぱちょっと説明しないといけないですけど、俺の話を聞けの、あれでしたっけこれ。それでは俺の話を聞けは、音楽、行きますね。2人を無視してもらって始まんなくなりますから。いやいや、すいません、なんか、お久しぶりです、ね、お久しぶりです、はい、今年初めてですね。今年初めてですね、はい、明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。いやいや、びっくりしました。いやいや、本当にのこのまま寸劇を、いやいやいや、寸劇じゃないですよ。でもこんなね、もうレアなことないですからね、なかなかね、はい、本当にそうです。びっくりしました。はい、いやいやいや、どうですか、この間僕らがね、はい、あのいろいろ、あ、ちょっと待ってください。一回じゃあ自己紹介、そうしましょう、してもいいですか。そうしましょう、はい、じゃあ僕から、はい、ベースボールベアのドラムの堀之内大輔です。よろしくお願いします。はい、そしてザ・バッコンドラマー松田真嗣です。そして、はい、堀くんの、はい、憧れの、はい、超絶ドラマー、はい、年長井さん、はい、年長いです、よろしくお願いします。今日は俺の話を聞く。いやいやいや、もうちょっと趣旨説明してもいいですか。しますよ、松田さん、お願いしてもいいですか。はいはい、はい、俺、あ、いやいや、頼みますよ。いやいやいや、これ進まなくなっちゃいますから、ね、はい、すごいはちゃめちゃですけど、ね、まあまあまあ、はい、そうです。この、はい、3人含め、はい、トシさん、松田、そして堀くん含めなんですけども、はい、去年の12月にですね、はい、ドラマーばっかり9人が集まりまして、はい、JFN さんのラジオ番組の特番の収録をしました。そうなんです。楽しかったですね。楽しかったですね。もう本当に楽しい収録だったんですけど、まあ、番組タイトルが、隙間から聞こえるラジオスペシャル、ドラマーだよ、はい、なるべく全集合2015というタイトル で、はい、で出演者がですね、はい、僕ら以外、この3人以外で、はい、ターキーさん、はい、そして樋口翔子さん、はい、そしてですね、ドラゴンアッシュの桜井さん、はい、サンボマスターの木内さん、はい、あとここからですね、あのトシさんと同じような形で、はい、大先輩のドラマ、ドアツテンの坂さん、はいはい、リンドバーグのチェリーさん、はい、スペシャルゲストと、ね、トシさん含めたスペシャルゲストということ。そうですね、豪華ですよこれ。本当にどうでした、楽しかったですよね本当に。僕は僕あの出演したとこしか分からないですけどそうですよね。でもあの行った時に、はい、すごいなんかみんなこうすごい盛り上がってて、そうですね、うわ、なんかこうドラマ、まあドラマはね、もともとこう盛り上がる感じで、ね、はい、楽しい人が多いんですけど、わ、このテンションであの望まなきゃって気合い入れてあのスタジオに入ったんですけどね。ありがとうございます、はい、いや、なんか本当にね、あのドラマだけのこういう企画ってやっぱずっとやりたかったんで、うんうんうん、あのなんか僕らこうちょっと喋りすぎてしまって、そうなんですよね、こう番組尺にこうなんていうんですか、収まりきらないぐらい喋っちゃったんですよ、はい、でもう編集にやたら時間がかかっちゃったみたいで、はい、それがこうようやくオンエアということなんですけど、はい、放送日程の方を、はい、じゃあここでトシさんに、僕がお願いしますすいません恐縮ですが、さっき俺の話を聞けを奪ったから、いやいやいや、すいません、ここでは俺が告知をしろと、俺の話を聞けっていうやつを聞いてきてなかったんで僕は、それでは俺の話を聞けはですね、いや違います、番組違くなっちゃうんで、はい、ドラマーで楽しく盛り上がったの、はい、トークはですね、はい、JFN 系列12局ネットで1月31日の土曜日、はい、26時から27時の放送です、はい、FM 福井のみ2月1日日曜日24時からの放送です、はい、リスモウェブ、はい、どこでも FM、はい、やラジコ、ラジコプレミアムでも聞けますので、はい、詳しくは隙間から聞こえてくるラジオ番組ホームページをチェックしてください、はい、内容はまあ今
堀君も言ってもらいましたが、はい、第一線のドラマ9名が送るスペシャルドラムアワー、ドラムの魅力、楽器としての奥深さ、ドラマーなら分かるドラマあるあるなど、はい、ありましたね、いろいろね、はい、いっぱいありましたなど徹底的にドラムにこだわった1時間となっております、はい、ぜひこれは視聴です、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。嬉しいですね、まあ、結構その収録からも、はい、ちょっと時間が空いてしまいまして、はい、でまあ、せっかくこうすごい楽しいグルーヴで、はい、作れた番組だったので、まあ、僕で、まあ、その時の、司会が堀くん で、 そうです、ね、で僕がサブ司会みたいな感じでやってたので、はい、まあ、今回は堀くん VJ、 僕サブ VJ みたいな感じで、はい、この番組の、ね、宣伝というかそうプロモーション、ね、プロモーションしようということだったんですけども、はい、まさかのとしさんが急遽忙しい、ありがとうございます本当に、いやもうずっと告知解禁になる前から、はい、いろんな、ね、ところで宣伝しようっていう、こう、なんかうずうずしてた、はい、はい、ありがとうございます。そしたらなんかこういうのをやるっていうから、じゃあもう僕が乗っ取ろうと思って、いやいやいや、そしたら俺の話を聞けになっちゃったんですね乗っちゃったんですよ、なぜか。いやいやいや、いやでも本当に ありがたいですよ、やっぱツアー中にもかかわらず来ていただけるっていうのはもう本当にありがとうございます。まあ、しかも普通だったらそういう、まあ、ゲストで、ね、はい、来ていただいた方はもう隠し玉というか、そうですよ、普通はもう本番までなかなかこう見せないのが、だってスペシャルゲストですから、ね、出ちゃうっていう、もうこの番宣の状態で先に出てしまうっていう、なかなか斬新な形のプロモーションやってますけども、これは新しいと思いますけどね、まあ、前告知というか、はい、そうですね、はい、おまけというか、いやでもトシさん、なんか なんで今日このシューマイを、シューマイとなんかトランプがあるのかもちょっとよく分かんないですけどね、これはドラマの必需品なので、いやいや聞いてます、こういうのもありますね、何ですか、これ僕さっきからカミカミなんですけど、はい、これ舐めると噛まないんですよ、じゃあ舐めてください、これから大丈夫ですか、大丈夫です、なんか長いとこ読まなきゃいけない、ね、そうですね、僕もちょっとありますね、舐めます、サプリメント、あ、いいんですか、いいですか、はい、どうぞ、びっくりした、マジびっくりした、カチャカチャって言ったフリスクかなんかかと、フリスクがでけえ、ちょっと待ってくださいちょっと待ってください、トシさん、急すぎるんですよ、まあ、ということで、これ、舐めるの時間かかりますよ、ということで、はい、こういったね、トシさんのマジックも、はい、やるんですね、今日入るかもしれない、まあ、ちょいちょい、あいまいまいに来るかも、時間があるので、はい、すげえ時間ですけど、トークを調整してる、いやいや、すみません、すみません、はい。ということで、まあ、今回、このウェブ番組を急遽、はい、この3人でお送りすることが、はい、決まりました。はい、ということで、まあ、噛むかもしれませんけどもね、はい、この番組タイトルを言います。はい、お願いします。隙間から聞こえてくるラジオスペシャル、ドラマーだよなるべく全員集合2015放送直前特別編、今日は渋谷で5時、はい、渋谷で5時、はい、知ってる、いや知らない、曲ですよね、曲ですよ、鈴木雅之さんと鈴木雅之、菊池桃子さんのそれはデュエットってことですか、デュエットです、デュエットです、でつまりラッツ&スターでもなく、だからマーチーさんととこうコラボレーションみたいな形でやってる曲名、そうですね、なんでこの曲名がついたのかと言いますと、まあ、曲名をつけたっていうか、まあ、今これ渋谷で撮ってますからこれね、あと編集ないそうなんで、ここまでちょいちょい僕らさんに甘噛みしてきてますけどもあといいまで来てますよね、そうなんですこれ全部編集ないそうなので、ね、最後まで噛まずにこのままやれたらいいかなと思っております、はい、できっと多分まあこれが放送されてる時間帯がまあ5時、そういうことですね、夕方5時なんじゃないかということで、26日の26日月曜日、月曜日5時からこれ期間があるんですもんね、期間限定で配信というか、はい、その日は携帯をオフにしとこう、はい、どういうことですか、どういうこと、絶対いろんな反響が来る、いやいいじゃないですか、なんでオフにする、神々ですよ、いやいいじゃないですか、これがありますから、これがマジックだけは自信あります、いやいやドラムもですよ、何ですか、ドラムですよ、ドラムがメインですから、ドラマじゃないんです、いやいやドラマです、これ番宣ですから、これそうですね、はい、すいません、はい、今日はですね、本を後書きから読む人っているじゃないですか、はいはい、選ぶときにね、そうですね、だから前書きっていうのもありますけど、うん、はい、後書きから読む人もいるということで、まあ、なんかそういう形で、なるほど、まあ、ちょっと放送後期のような形でお送りしたいなと思っております、はい、はい、まあ、結構喋りましたからね、そうですね、最初のオープニングだけで1時間ぐらい喋りました、喋ってたんですよ、トシさんがいらっしゃる前に結構やってましたね、やってました、ね、ターティーさんと翔子さんと、うん、サクさんと木内さん、はい、と僕ら2人が、はい、オープニングトークしたんですけど、僕ちょっと前に入って、はい、こう待ってる時にコンソールームにいたんですけど、はい、なんかドラマのラジオのギターの音はすごい歌ってる人がいれば
これは俺もじゃあ持ってくればよかった何をですか、ギターをですかいやもう本当計3時間3時間らしいですよ、今聞いたところによると。そうなんだ。3時間をギュッと1時間に濃縮して放送されると。これそりゃね、こういう番組やんなきゃダメですよ。もうダウンタウンの浜田さんだったらもうブチ切れてるとこかもしれないですね。何の話ですか急に。いやなんかダウンタウンデラックスはもうなんかもう本当に49分ぐらいしか撮らないらしくて、あもうじゃあ放送の尺尺ももう通りに進めて、じゃあ今日と一緒ですね。そういうことですだからもうこのぐらいの緊張がありますありますよねありますよ。だからまあ これにもね、だから対応していかなきゃいけないっていうことですよ本当に。いや本当だからちょっと楽しい1時間にこれもね、そうなんですね、したいなと思っております、はいはい、まあ、だその時のこう思い出話じゃないですけど、はい、なんかこう収録してた中でのあんなことあったなみたいな話をまあ今日ちょっとしていこうかなと思うんですけども、ね、はい、まあ一応その僕ら 6人か6人プラスその、まあ、先輩ドラマ、はいはい、ゲストドラマということで翔子、さんのリスペクトドラマーがリンドバーグのチェリーさん、はい、で、僕がリスペクトしているドラマがドハツ店の、はい、坂爪さん、はい、そして、堀くんリスペクトドラマということで、はい、トシさんに来ていただいたんですけども、はいはい、まあ翔子さんが、まあ、リンドバーグのチェリーさん大好きだってことで、すごいいろいろ考えて、はい、多分その質問することも、うん、いらっしゃったんですけども、はい、で実は僕もあのチェリーさんのファンで、はいはいはい、もうドラマ始めた頃からずっと VHS のビデオで、あもうリアルタイム、いろいろこうVHS っていうのがいいですね。やっぱ時代ですよね。結構あのコマ送りして見たりとか、わかりますわかります。やっぱあの DVD じゃなかったのわかりません見て、はい、っていうなんか思いもあって、はい、でその時僕も結構いろいろ質問しようかなと思ったんですけども、翔子さんのパワーが半端なくてその時間を僕が奪うのは申し訳ないと思って、もう乙女になってましたもんね。もう本当にもう一言もう一つだけの質問で僕はもう終わったんですけど。ね、そんなこともあり、じゃあもうそれに全部チェリーさん答えたってことですよね。そうですね。でもすごい日はあるんじゃないですか。じゃああります。でも、まあ、それはラジオですね。ですね。ですし、どっちかというと多分あの大丈夫ですか。思い出したんですけど、今ちょっと気絶してましたよ。じゃあ思い出したんですけど、翔子さんのなんか思いをこう思いを述べるというので、はい、チェリーさんがああありがとうありがとうっていうのしかなんかいやいやそんなことないですいっぱいありましたから、ね、思いがありすぎて思いを伝えるみたいな感じにこう質問というよりはこうだったんですみたいな ありがとうみたいな感じがありました。多かったですね。でもなんか、まあ、ちゃんとでもそのなんていうんですかね、ドラムトークというか、はい、いうところももちろんありますから、はい、ちなみになんですけど、チェリーさんは、はい、そのそう30年近いですよ付き合いとして関係性が、うん、30年もうそれもいろんな、まあそれはまた今度話しますけど、いろんな付き合いの中でお互いいろんなバンド、はい、チェリーさんが入ってたバンドに僕が入ったりもした。ああなるほど。リンドバーグじゃなくてね、はい、リンドバーグのベースの川瀬さんはあの東京に僕と一緒に出てきた高校の先輩ですから。すごい一緒に住んでました、ね、すごい繋がりがありますね。あ一緒に住んでたんですか。そうそうそう。ご実家どちらか。宮崎です。宮崎から。それはすごいですね。だからよく知ってるんで。なるほど。じゃあ一緒に入りたかったですよね。僕の後、はい、だったじゃないですか、はい、ああそうですね。俺も残ってた収録の順番がですね。なるほどなるほど。いやあれでも本当ね、お二人一瞬本当に収録中も顔を合わせるタイミングがあって、うん、はいはい、でもなんかそこでそういうなんかちょっと懐かしい雰囲気とかもなんかそれがちょっとグッとくるよ ねやっぱこうやっぱ繋がってるんだっていうのがなんかこうすごい、もうあどうもみたいな感じですれ違ったらどうしようってなんか逆にこうなんかそんなことやばいよなとか思いやばいよなってことないいやなんかね、僕もだからその、まあ、言うたらキッズの気持ちで、はい、やっぱこうトシさんだったりチェリーさんだったりサカさんだったりとかもそうなんですけど、はい、だからもうサカさんは先にこう一番最初だったんで、はい、先に帰られたんですけど、はい、もうその2人がトシさんとチェリーさんが、はい、もう一緒の空間にいるときに、はい、ここぞとばかりに僕写真撮ってもらってみんな同じ気持ちだったね。撮りました、ね、今だと思いながら、ね、もうこんな幸せなことあんのかなみたいな形でね。そうです。いやあれは幸せでしたねやっぱね。まあ、あとその、はい、坂さんですね、はい、そのギターで、歌ったんですよ、はい、坂さんが。だからもうトシさんが一曲歌ってました、ね、歌っていただいたっていうのは、はい、すごい。それも入ってるわけですよね。それも入ってます、ね、聞けるわけですよね。入ってるんですけど、ちなみにあのギターがなんとメンバーの友康さんのギターらしいんですよ。
その借りてきた。それもでもすごいですよね。だって普通だったらこうなんか同じバンドメンバーが何か違うことをやると、はい、じゃあもう一人でやってきなよみたいな関係性のバンドもあるじゃないですか、うん、まあ、バンドによっては、はいはい、だけど快く送り出す上に俺のギター持ってきなよと、うん、まあ、そのバンド関係がやっぱ ね、なんかそこがちょっとまたねこうグッとくるポイントだったり、バンドっていいなって思うポイントだったりとか ね、はい、するんですよね。まあなんかこの収録があのそのと当日もそうなんですけど、うん、僕は実はですね、はい、あのこのそのラジオの収録の前にですねターキーさんと翔子さんともう結構いろいろ話を詰めてまして、はい、そうなんですよ。なんかそこでもう3人でいろいろこういうことできたらいいなっていうことでいろいろその番組サイドさんといろいろ話させていただきまして、うん、なるほどね。で結果こうやってちょっと本当に夢のような番組が、あのまあ、はい、ゲストの僕から言うのもあれなんですけど、はいはい、その聞き出せました、いろいろチェリーさんにしてもそのそうです、ね、ゲストの先輩、はい、先輩というか、はい、を呼んでこうみんながいろいろ質問したわけじゃないですか、はい、なんかこう聞き出せたありました。いや結構僕やっぱ皆さんそれぞれそれぞれのキャラクターに合ったことを言ってくださってるなと思いつつ、やっぱりね時間が結構足りなかったなっていうのは正直な話あって、まあでもなんかそこでねそれぞれの話がこううまい具合に3人それぞれメリハリがついててものすごい面白い内容になってるんで、俺でも他のゲストの人の話聞きたいですもんね、はい、そうですよね、だからすごい楽しみですよ放送が。なかなか面白いですよ、うん、本当にさっきあの松田さん言ってたようにあのチェリーさんの時は本当翔子さんも女性の目線からっていうところもありますし、うん、やっぱなんかそのファン目線っていうのもあるじゃないですか、うん、やっぱり そこら辺になんかあのあれですよね、だから、はい、なんか今泣きました今。いやそれはなんか泣きましたよね今。そのなんかも持ってるんですよ、なんか生き物いますよね。大丈夫ですか。ミャーって言いましたよね今。いや、はい、そのドラマになかなかこうスポットを当てて、はい、そのバンドの中でドラムのその精神状態とか、はいはい、なんかいろんなことをこう聞けるというかこう喋ってる番組。ないじゃないですか。だからチェリーさんと会えば僕もその話聞いたりできるけど、はい、うん、まあそんな今更ねチェリーさんそういう時どうしてんのみたいな聞けないし向こうも聞かないし、そうですね30年ってなったら、でもそういうところをほら後輩が聞いてる、はい、チェリーさんがそれに答えてるのはなんか俺ちょっとこう聞いてみたいな、ね、あなるほど、うん、ちょっと別の一面ですもんね、別の角度からの、そうですよね、あの30年の付き合いとはまた別で、うん、全然違う、そうですもんね、そこでそれにどう答えていってるのかね、うん、いやそれちょっと楽しいと思います、多分としさんが聞いても、じゃあもうこの辺で、はいはいはい、急にさっき気絶してたんですけど、これで終わりました、これで終わるかなって今一瞬ちょっと なんか変なさこのままあそうですね、じゃあ番組聞いてもらいましょう、はい、あのこれ編集されないんですよ今もうこうやって乗り出して今のうんうんじゃなくてこれ編集されないって言ってるじゃないですかちょっと汗拭いた方がいいですよ汗こう拭いた方がいいですよちゃんと拭いてでこれこうやってみてください、そう手の上でちょっと待ってください、何を出したんですか、はい、できました、ええ折り紙になりましたね、ツルなんでツルはちょっと待ってはい次いやいやいや、トシさんすごいっすね今日、ちょっと飾っといてください、さっき泣いてたのそれじゃないですよスルの一声じゃないですよミャーみたいなこと言ってましたけど大丈夫ですか、大丈夫です、はいはい、ではです、ね、ではではではです、はい、これね、え松田さん、松田さん、もう俺も今気絶しちゃったじゃないですか今。じゃあ僕ちょっとすいません。はい。はい、あの見えてないですよ僕ちょっと。すいません今見えてないですよ。ちょっと待って致命的なことやめてもらっていいですか。すいません今致命的に焦りを俺今ちょっと、はい。カンペが見えないっていう。堀君。振った。あのトシさんに聞けなかったことっていうの。そうね、ラジオの時間短かったから。はい、そうだし、うん、結構堀君もいろいろ多分自分でもっともっと聞きたかったこといっぱいあるなと思って。はい、
まあ、でも僕は新しいそのこういろいろねあのスネアのことだっていうところも聞きましたし、まあ結構音楽の内容に結構そのドラマーとしての内容に結構特化してたっていうことで、確かに、まあなんかねだから今のこういうものだったりとかっていうのは僕はちょっと気になりますよ。トシさんのやっぱプライベート的な部分だったりとかっていうこうなんかねいろいろね、なんかプライベートがすごく、はい、気になります。それはやっぱファン目線としてもそうなんですけど、うんうんうん、なんかグレイファンだったりトシさんファンだったりとかするとあれトシさんってどういう日常を送ってんのかなとかいうところは気になったんで、うんうん、まあ、なんかそういうところをこう今後なんかいろいろそれはもうラジオでも、ね、はい、話しましたしね。そうですね、話してるところは話してますからね、うん、スヌーピーの件もあそこはね、うん、そこはね、結構面白いですから。なんでサインにスヌーピーが書いてあるのかっていう、ね、そうです。スヌーピーの話がね、出てます。深い意味がね。ハードル上げました、今、年下自分で。最近書いてて、はい、もう50ですよ、俺。はい、こう書いてて、まあ、子供とかもサインもらえないけど、はいはい、スヌーピー書いてたら、かわいいって言われる。はい、いや、いいじゃないですか、やっぱ。やっぱこう。あれは書く意味があるので。いや、ですよね。歴史が、そこにはね、歴史があり、その辺は。実際、子供にも、受けるサインって最高だと思います。はい。はい、じゃあ行ってみますかこれ。あれ？これ今書けますかっていう。ペンさえあれば。あります。これ あじゃあいいですね。じゃあ紙を。なんか泣きましたけど大丈夫ですか？ちょこちょこのさんなんか泣いてるんですけど。鶴が泣いてるのか。いいですか？あ見えます、はい？いきますよ。はい、一瞬で書きますよ。スタート。うわうわうわ、本当に早い、本当に早い、これはすごいですね、これはすごい、黒から描くんだ、耳の部分から描いてますね、うん、そう耳の部分で触ると泣く、嘘嘘嘘嘘嘘でしょ、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 ええ嘘ですよ。ね、さっきからスヌーピーが泣かないですよ。いやいやいや、今日持ってきてますね。ラジオだとね、マジックはてて、ね、なんかラジオでマジックは難しいですよね。今日音だけですとね。今日は映像で、はい、そうですね。いやありがたいです。はい、あ、すいませんすいません。これもう編集ないっていうこのプレッシャーがすごいんですよ本当に。いやでも楽しいからいいです。楽しいです。そうです。これあれですよ、はい、逆にトシさんが僕らに聞いてないじゃないですか。僕ら一方的にトシさんにこう聞いたりとかしてたんですけど、トシさんがもし例えば僕ら2人だったりとか、うん、例えば僕ら世代 その後輩のドラマーであったりとか、まあ単純にまあちょっと下の世代のミュージシャン全般でもいいですけど、はい、なんかこうそれこそ俺の話を聞けっていう形でボスなんか言っていただけたら嬉しいかなっていう感じが、せっかくなんで質問じゃなくてってことですよね。まあどちらでも物申してもらってもいいですし、はい、もう僕らがもう一つ堀君に物申すってことですね、はい、そうですね、僕でもいいですし、はい、いやあのラジオの後に、はいはいはい、あのみんなのそのいた6人に、はい、いろいろチェックしたんですよ。あやっぱり実際今どういうバンドでどういうふうに、はいまあ、いろんな映像を見ながら、はい、で PV もたくさん見たし、はいライブも見ました。あ、本当ですか。ありがとうございます。ね、福島の復興のね、偉いですよね。そうですね。はい、あれはあのグレの拓郎君とかも、あの、はい、まこちゃんたちと一緒に、はい、お会いしました。結構、ね、福島のイベントで、イベントとか、はい、僕らもグレでも行ったし、はい、なんかそういう映像とかも見ながら、はい、どういう活動してるのかチェックしました。はい、そこでまあ行っていいですか。はい、もちろんです。もちろんです。もちろんです。緊張感ありますけど。はい、松田君、はい、松田。松田君は。はい、リズムが大きい、はい、すごく俺はいいと思うんですよ。はい、いい意味ですよ。いいですか。いいですか。うん、あのなんて言うんだろうな、ちょっと崩れると大変なことになるんだけど、はい、ギリギリのギリギリまで一拍すごく長いですよ。面白いの。これ俺が若い頃にちょっと似てるんですけど。あ本当ですか。だからあのザバックホンのあのメロディーとか雰囲気を作り出していると。なるほど。これは本当に今真剣ね。はい、今真剣。マジックじゃないよ。いや本当そういうことってあのなかなかこう例えば同世代のバンドとか、うん、でもなんか聞けないですし、
やっぱりこうもしかしたら自分では、はい、俺ちょっとなんかみんなと違うなって思ってる可能性もあるでしょ。いや、すごい思ってますし、ちょっとやばいなっていうかメンバーからも言われるんですよ、お前ちょっと違うぞって。なんすっごい大切だ。でギターとすごく合ってる、ね、あのギターの人とのグルーブが、まあ、ベースももちろんいいんですけど、はいはい、あのその大きさを醸し出して、それがこのバンドの魅力になってる。なんかこのバンドの成り立ちっていうか、普通ギターが例えばこういろいろおぶりとか細かいフレーズを弾いて、でベースがすごい支えるみたいな、まあバンドもいると思うんですよ、ベースドラムギターですと。だけどうちの場合は結構もうリズム楽器としてのギターで、でベースが16とかすごい細かいフレーズのメロディーを奏でたりするので、やっぱどっちかというとそのリズムを合わせるっていうか感じるところ、やっぱりどうしてもギターになっちゃうところもあったりとかして。いや、それはかっこいい。すごい素晴らしいです。うわ、これめちゃくちゃ嬉しいです、うん、嬉しいです。ただ、はい、ただこれからただ、はい、ツイッターはやった方がいい。そう、俺だって、はい、ラジオ終わって全員フォローしていって、はいはい、こう絡もうと思ったら、はい、どこ探してもいないんです。そうなんです、やってないんですよ。聞いたもん。聞いたんですね。ディレクターに聞いたもん。松戸くんはやってないんですか。もしあれでしたらちょっとご連絡先の方なんか。あ、もちろんもちろん、はい、終わった後でもですよ。そう、今じゃなくていいですよ。今これ本番中ですから。今ここ書きましょうか。もうこれ全国に流れちゃいますから。そうしたら、いや、でちょっと僕もその、うん、その後改めて、まあ、もちろんトシさん の, あのグレーの音源もいろいろもうずっと昔から聞かせてもらってたんですけど、改めてそのラジオの放送でいろいろおっしゃってた話を踏まえて、はい、もう一回聞かせてもらったんですけど、なんかそのやっぱリズム、まあ、さっきの僕の話一回置いとくんですけど、そのなんかリズムがこうしっかり点として残る、うん、残るというか、はい、しかも特に例えばロックとか、はい、そのポップスとかこうしっかりなんだろうビートが聞こえるというか残る存在感を出すというのはすごい、やっぱテクニック云々ももちろんそのバックグラウンドにはあるんだと思うんですけども、そこに何かこう意思表示というかすごいこうビシッとしたものが必要なんだというのをやっぱりグレーの音源聞いて改めて感じて、でちょうど去年の年末ぐらいに青山純さんの追悼番組がなんか BS でやってたんですよ。でそれを映像を見た時も、まあ、すごいとにかく一つ打ちから始めて、もうそれがしっかり叩けるようになれば、もうあとはいろいろなテクニックがついてくるだけで、しっかりそのリズムとしてのシーンはそこにあるんだっていうのを、なんかそのトシさんが番組でおっしゃってたのとすごいリンクして、はい、うん、ああそういうことなんだなっていうのはちょっとこれからの自分の中でも大事にしていきたいなと思ったんですけど。いや、でもそれがだからしっかりあるから続けた、そのまんまでいいと思う、はい、そのなんかこう俺もその若い時同じようななんていうか、はい、リズムは大きすぎてというか、はいはい、大きすぎるっていうことはないんで大きい方がいいんだけど、はい、なんかそれが人とちょっと違ったりこう何なんだろうってこう逆に言うと直そうっていうか、はい、修正しようみたいな、はい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 、クリックに忠、まあ、忠実なんだけどみたいな感じで行きがちだから、はい、それやんなくて、特にバンドでも成功してるんだからその個性のまんま行った方がいいなと思って、うん、全然持ってますから大丈夫です。あとツイッターだけツイッターだけツイッターだけです。素晴らしいですね。いやー、これ嬉しいっすわ、本当に。僕聞くの緊張しますよ、はい、そしたらもうこれでもう聞きますよ。いいんじゃないですか。改めてちょっと大丈夫かな。でも改めてちょっともう本当に、いや、最初はったの福岡で、あ、福岡じゃない、最初飲み会だ、飲み会ですね、飲み会、はい、その時に会って、でまあ、その時もなんか音源とか 、はい、聞かせてもらったりしてて、はい、だけどライブ見たんですよ、はい、ライブの映像もう全然なんかその最初会った頃とはなんか印象がちょっと変わってたんだけど、はい、とにかく楽しく叩くっていう、それは素晴らしいっていう。ありがとうございます。でこうライブ映像じゃないですか、はい、見て聞くのと、はい、ね、堀君を見ながら聞くのと、うん、目つぶって音だけ聞くのでは全く違うね。そうですね。あ、素晴らしい。あ、本当ですか。それはいい顔ドラム。いやだってすごい表情ね、いいとこだもん、ね、ありがとうございます、うん、なんかこう、まあ、イメージでバン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 ってこうすごく強くヒットしてる、はい、でも何も表情がなかったら音量も出ててすごいストロークでやってても伝わってこないじゃないですか、はいはい、だけどあの顔例えばこっちがちっちゃくても顔だけ見てたらすっごい一生懸命やってるみたいな、すごい音が出てるんだみたいな、
だってボリュームシューって下げても、はい、うわすごいドラムソロやってるんだなって思うもん。ティンパニーも叩きしながらシンバルも話して ありがとうございます。すごい見ていただいてすみません。あれでも顔はもう、はい、顔ドラム最高ですね。ありがとうございます、うん、ただそうです、ね、っていうのはないですけど。いや でもそこだけに頼り、ツイッターやってますから、ツイッターやってますよ。でも本当そこだけに頼り切らないようにこうテクニックがちゃんと、いやでもすごい必要なことですよ。いこうかなって、エンターテインメントとして見せるっていうのは、はい、役者と同じですから。ありがとうございます。いや本当あの、まあ、お二人に関していろいろ見たんですけど、はい、その後輩っていうかね、なんかラジオで一緒にねあえて言ってもらった、はい、すごい素晴らしいドラムです。よかったです、うん、嬉しいです。嬉しい、本当嬉しいですね。いや俺本当にやっぱこんな日が来るとは思ってもいなかったのでこんな日、いや僕本当にだからもうトシさんきっかけでドラム始めてるようなもんなんで、うん、本当に中学生、そうです、中3です。そうだよね。いやもうちょっと番組進められません。これだと番組進められません。まあでも本当あのスネアの話もそうなんですけど、はい、あの、はい、ね、ずっと今もこう一番新しいのを使わせていただいてもらったりとか、うんうん、しても本当にこう一個一個やっぱトシさんもうこれ僕も言いたいんですけど、やっぱり好きなドラマーを研究すればこうなんかねこう糸口というか見つかってくると思いますよね。なんかその本当に好きならやっぱその人をこうちゃんと見て細かいところまで見た方がいいというか、あとこうどこが好きなのかっていうのを分かるのも大事だよね。いやそうだと思います。その他の人と比べてここがやっぱり僕は好きだったからこのドラマが好きなんだっていうのが分かると分析そうするってことですね、はい、でそれを逆に自分に置き換えて、はい、自分の魅力はどこなんだろうってそこを伸ばしていくとかね、 それは大切な、本当もうずっとドラマを続けていって分かってくることもあるし、はい、その最初にやっとかなきゃいけないこともあるし、すごい大切なことですね。これね、だから今こうやって僕らこう、ね、言っていただけましたけど、本当これの本当僕ら側からのやつを本編でね、そうだね言ってますから、そうだね、トシさんに聞きたいことっていうのを、はい、これ逆ですからね、かっこいいんですよ。もう一個だけ聞いていいですか、はいはい、あの早く叩くのってある日突然はやっぱ早くならないですか。これ本当にいいですか。これ本当に悩みで、これあの松田さん、これ撮ってからでも大丈夫ですか。どっちがいいですか、今がいいですか。今言っときます。じゃあ、はい、まあ、ちょっとだけ触れると、はいはいはい、ちょっとだけあのドラムの、 その、まあ、練習って言葉使いたくないんですけど、はい、ドラムの、 その自分 の、 そのなんアイテムっていうかこう、はい、テクニックとかを、はいはい、あのマスターするときに、例えば早く叩くっていうことは動きの練習ってことですよね、はい、そういうことは動きの練習を体にプログラミングするっていうことは、はい、できるだけ力を抜いた状態でフリーな状態で動きを覚えさせないと手にいけないわけですよ。だからちっちゃくやればだんだん早くなる。なるほど、大きくずっと練習しても絶対速くなる。そうですね、そうですね。だけど、はい、パフォーマンスとか大音量を出すための練習の場合は、はい、それは脱力を、はいはい、あの脱力ね、大きい音を出す時は力任せにやったらどんどん汚い音でどんどんうるさい音で大きくはならないん で、ね、で脱力を練習しなきゃいけない、はい、それもちっちゃい音でやるんだけど、はい、パフォーマンス的な動きにおいては大きいアクションでも大丈夫、うん、だから練習のそのあの目的に応じて仕方をちょっと考えないと、考えてちゃんとやっていかないと目的に応じて全然あの進まないというか上達しないので、はい、違うことをやってることになっちゃうと、まあ、うん、今の早いんだったらできるだけちっちゃく、はい、もうスティック10センチぐらい上がらないぐらいで、どん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 早く徐々に徐々に早くしていけばそれを覚えるんで。なるほど、うん、じゃあこの手が動いてるんじゃなくて指令はここから出てるからですよね。勝手に手が動き始めたら怖いでしょ。確かに、確かにそれは怖いです。全部ここにプログラミングしてその神経伝達をきれいにして筋肉がそれに対応して動くようにプログラミングするわけだから。なるほどなるほど。そういうふうにこう考えていくと練習の仕方もいろいろ。なんかまあちょっとそういう練習の話になったからですけど、その、はい、まあ、今こう聞いてらっしゃる後輩に向けてなんですけど、はいはい、あのどうやれば上手くなりますかみたいな。はい、大雑把な質問はよくあるんですけど、はい、あの教えますそれを、はい、すっごいシンプルで自分の不得意な部分、はい、苦手なものを練習すれば絶対上手くなります、うん、早く。これはあの例えば8ビートが得意だったら、はい、スタジオに行っても自分たちで楽曲を作ったとしても
その得意なものでやっちゃおうとするの、はいはいはい、で一人で練習してても個人練習入ってもなんとなくそれ叩いてまあいい感じみたいな、うん、で自分がシャッフルとか苦手だったらシャッフルの練習しないことが多いんですよ。だけどわざとその自分がちょっと苦手っていうか避けて通ってるようなものを練習の時だけもう一人で、はい、人には聞かせなくていいからシャッフルをやって、まあ、できないと思うんだけど、はい、あの苦手な人はねでやって頑張ってやってると8フィートやった瞬間に歴然としてレベル上がる。だからやっぱり自分は上手くなりたいからで自分のいいところ伸ばすっていうんでそればっかり練習するのもいいと思うんですけど、はい、あのそうじゃない時に自分の苦手なところに焦点を当てて練習すると全体的にレベル上げるんだっていう、うん、これ簡単な本当シンプルで絶対あると思うんですよ。俺もあるし、はい、2人にもあると思うんですよ。すごいあります。俺これだけ苦手なんだよってなんかあるじゃないですか。あります、あります。それをちょっとずつでもちょっとずつやってると全体のレベルがビューと、はい、これね本当分かりやすいですよね、うん、これ本当にこれ一つの、はい、秘密っていうか、はい、当たり前のことなんですけどね。苦手なことをそうやる、うん、人生でも本当でもこれ逃げちゃダメですよね。だからそう目を背けちゃダメっていう、なんかやっぱこうごまかし方ばっか覚えちゃうんですよね。なんかその細かいフレーズができないんだったらなんか細かいような感じのやつでいやできてるけどみたいなので、で他のバンドメンバーは例えばそんなにドラムとか詳しくなかったりとかするといやこれ結構難しいんだよとか言うとああ確かになんか複雑に聞こえるみたいな感じでほらやっぱりみたいなこういうことをやっていくとどん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 実はこう苦手なのをこうね違う感じにこう控えてやっちゃうところもある、そうですね、ね、向き合わないですよね、うん、なかなか。もっとこの辺詰めて話すあれを作りたいですね。そうですね、だからこれはやっぱり本当にあの練習パッドとスティックがありながら、それもうなんかなんかやりたいですねこういうのも本当にだから僕はもうもう止まんなくなるよねこういうの。だからもちろんそのラジオもそうなんですけどこういう風にやっぱ僕らの顔が見えて、うん、その手の動きとかが見えるっていうのも、うん、また一個面白いことですね、うん、面白いですね。ラジオでのでもあのトークの内密さ、あの内密さじゃない内密さ内密だったらもうここだけでここだけでやりますよなんで今わけわかんないことの濃厚さ濃密さ、はい、がやっぱこうあるからこそなんか今もこうやって話ができてるっていうのがね、うん、一番でかいと思うんですけど、やっぱなんかね本当本当にやっぱこう、うん、特に僕らも思うんですけど今トシさんおっしゃってたようにやっぱこうこれからプロを目指すというか、うん、やっていく人たちには今みたいなところをやっぱりやっていってほしいですよね、うん、あ、なんかトシさんの気になるバンド界の話なんかはありますか。なんかドラマーだけではなくなんかそのバンド界全体的な感じの話で、あの女の子がすごいですよね。女子が増えましたね、まあ、でもちょっとビート系僕ら育ったのは、はい、ビート系が流行ってる時代だったんで、はい、そんなに、まあ、女の子バンドは、まあ、あのスキャンダルですか。いやいや元あのかなちゃんがギターのあだからプリンセスプリンセスの女の子バンドがいたり、はい、あと女の子が、まあ、サザンでもね、はい、原坊さん入ってたりとか多分 いたけど最近女子率が多いです ですね、多いですよね。ドラマもだってドラマ飲み会とか半分以上女性だったりするじゃないですか。多いですよね、ここ最近本当に女子のドラマがうまい。そしていやそれちょっと分かりますね、やっぱそのさっきおっしゃった力の加減みたいなのもやっぱあるんですか。そのどうしても腕力に頼っちゃうとこから入るのか、もうないと思ってるから自然にこう柔らかく しましょうか、はい、教えてください。これも聞きたいですね。もう最近その子供が早い、子供はドラム早いでしょ、はいはいはい、子供すごいテクニックすごいじゃないですか。で女子がなぜかっていうと骨軽いですよ、骨細いでしょ、はいはい、で子供はも短いですね、はい、だから原付でキューっていろんなとこ行くような感じ。俺たちもアメ車だよね。だから、まあ、パワーとかそういうのはまた子供より出せると思うんだけど、はいはい、細かいのはだってこういうとこ行っても子供は走り回っていいでしょ。そうですね、そういう動きができるのでドラムをちゃんと叩けるようになったらそれは早いほど。こう短いの軽いの女子もだから腕も軽いから細くてで筋肉もそんなに邪魔な筋肉がついてるから、だから動かし方さえ覚えてそれ用の筋肉さえつけばすごくいい感じで自然と出るんですね。自然に動きが そういうことそれはだから今のドラムの時代の流行りというか、はい、ドラムの今いろいろこう長年のドラム業界の中でドラマーのその流行りみたいな中で早く叩くっていうのはすごく今特化してるじゃないですか、はい、テクニックですね、それはあるかもしれない。それに
対しては女子と子供は一番いいのかもしれない。なるほど、うん、なるほど。汗まみれでパワーでいくっていう時は男子のさビート系が良かったのかもしれない、はいはいはい、だから時代でも変わるのかもしれませんね。これもでも本当としさんならではのというか、なんか泣きますけどちょい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 なんかさっきのスヌーピーが向こうから泣いてるんですけどね。これ多分ねお知らせなんですよ、はい、ピッティのあピッティ、あなるほど、次行きなさいっていう知らせだったんですね。いやでも本当こういう話がね、こうそうなんです、なんかこういう話が本当できるっていうのもやっぱね、投資さんならではというか、うん、そうですね、ね、やっぱでも本当にその坂さんであったりとか、うん、チェリーさんもその彼らならではの話をしていただいてるんで、うん、まああとやっぱ人柄ですね、そのみんなさん、そのなんかね、その人しかないこう感じもありますし、はい、あとその柔らかさの中にあるこうしっかりとした、はい、あの意見といいますかメッセージみたいなのがあるので、うん、結局僕存在だと思うんですよね、はい、だからまあバンドがいてそこにメンバーがいてその人間、はい、出てきただけで泣き出すみたいな、うん、だからもう音いらないからって言ったら変だけど、はい、ドラムも叩かなくていいからもうそこいるだけで感動みたいな、あもう存在なんですよ。俺も何回もそんな経験したことあるけど、あの憧れのバンドとかに、はい、だからやっぱりその存在がちゃんとしてないといくら ねやってもみたいなとこも突き詰めるとそうなるのかもしれないですね。まさにでも僕にとってのトシさんが本当にそういう感じなんで、いやこれはもうまさにですね、やっぱなんかドラム飲み会で待ち合わせした時もまさか本当にあまあこれあえて細かくは言わないですけど、ああいう登場の仕方をしてくれるとはもう本当、え2人で待ち合わせしたの、そうなんです、一回多分変な登場の仕方したんだよ。いや変な登場なんか、いやでもすごかったです、着ぐるみとか着て、いやいやいや、やっぱもうトシさんって感じだったんで、はい、上から下までもう、あ、はい、もうこれは僕がもうずっと見てたトシ長いなみたいな感じの形で、もう本当にびっくりしたんですよ、トシさん見た時に、はい、いやいやもう本当そればっかりなんでね、あ、はい、これカンペ出ましたね、はい、すいません、長く喋りすぎるんですよね、やっぱりね、こういう感じになってこの間もう1時間喋っちゃったんで、いやまあ本当ありがとうございます、でも、はい、この感じが、はい、出てやっぱりこうやって番宣できるっていうのも幸せですね、本当に ね、もういいですね、それ以上のしかもね、はい、美味しい話というか、いや本当に熱い話もしていただいて本当にありがたいです、結局ずっと喋っちゃいますね、はいはい、はい、ということで、はい、そろそろもう締めの時間になってますか、あ締めにはなってます松田さんこれ編集ないんですよ、締めにはなってます、編集ないです、あと面白いです、すいません、で松田さんもうあのカンペも見えないですし、もう何言ってんだって、ね、これも見えてない、ちょっと本当に失礼覚悟で言いますけど、はい、先輩ですけど、はい、ポンコツですか、同じですか、これツルツルこれツルは分かってる、ツルは分かってる、はい、そうです、ということで実はなんです、はい、だから実は、はい、僕が見ちゃってましたけど実はのところで見ちゃってましたけど、はい、まあなんと、はい、堀くんが先日、はい、お誕生日を迎えられたと、はい、ありがとうございます、30歳の、はい、お誕生日を迎えられました、おめでとうございます、はい、いいですね、ということで、はい、今日はスペシャルなプレゼントを、はい、ご用意してるんですよ、実はもうなんか完璧見ちゃったからサプライズにもなってないですけど、はい、トシさんから、はい、素敵なマジックのここまで散々やっていただいたのにさらにあるんですか、改めて、あ実はミラクルマジック、ミラクルマジック今日はご用意してますので、今ですね、はい、グレーのツアータイトルがですね、はい、ミラクルミュージックハントツアーっていう、はい、ミラクルを起こしていくっていう感じで、はい、でライブ中にマジックもやってるんですよ今回ですか、うん、でまあその流れじゃないんですけどね、はい、でも堀くんね、はい、30歳になったっていうので、はい、もっともっとミラクルなドラマーになってもらいたいと、はい、嬉しいです、思ってちょっと用意してきました、はい、ありがとうございます、これえ何ですか、見れないですよこれは、このアングルで大丈夫でしょうか、シューマイ、シューマイは何なんですか、これはシューマイですよ、いやこれシューマイ、これシューマイなんですね、シューマイは普通こうテーブルに置いてあるものなんで知らないですけど初めて聞きました、こっちに注目します、あ、わかりました、はい、はいはい、じゃあカメラの準備もできましたので、はい、ここからノー編集でまたいきますよ、はい、はい、お願いします、おめでとうございます、ありがとうございます、カードマジックを、はい、やりたいと思いますが、はい、マジックはお好きですか、大好きです僕見て涙するぐらい好きで本当に感動して、なんでこんなことが起こってんだっていうぐらい泣けるぐらい好きなんですけど、あの
ちょっと1枚ずつカードを出していくんですが、はい、まず1枚目のカードですね、はい、これですね、はい、これをテーブルに置きます、はいはい、スペードの1、はい、スペードの1、これをここに置きます、はいはい、で次は、はい、まあ何が来るとかですかね、2枚目、これでもマジックで言うと、うん、2とかじゃないですか、違いますか、あ順番 で、ね、例えば順番でいってとか、うんうんはい、じゃあ2枚目いきます、はいはい、2枚目はいきますよ、はい、おおダイヤの1です、あれ11でいくんですね、11でいきますね、11そくれば次はクラブとかってことになってきますかね、11、はい、また11と来るんじゃないかなっていう、もうこれ1が4枚並ぶんじゃないかな、なるほどね、なるほど、はい、ポーカー的な、でもそれですごいですよね、もうすでにそれでも、じゃあ3枚目いきますね、はい、3枚目、はい、1、予言は1ですね、1ですね、7、え、何でしょうね、あ、怖っ怖っ怖っ、嘘嘘嘘、117っていうことはこれ僕の誕生日ですね、いやいや、時報ですよ、あ、でも、あ、そうです、あ、でも、いや、マジで、マジで、でもびっくりしました、でも、いや、でも時報も1、時報ですね、時報のように、はい、はい、しっかりしたリズムをキープする、ああ、なるほど、すごい、いろいろかかった感じになりましたね、でも、で、これ117ですよね、はい、すげえ、これちょっとめくってもらっていいですか、はい、はい、こっちからでいいですか、うん、誕生日が出る、おお、ちょっと待って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 、1じゃないの、いきますよ、これこう、あっ、 うわーすごい、これちょっと待ってください、これ分かります、これな、ちょっと、すごくないですか、これちょっと、嘘、そうだよ、おめでとうございます、ありがとうございます、な、これすごい、ハート付き、でこのシューマイをあげようと思うんですけど、はい、はい、ハンバーガーシューマイが、これなんか裏返しました今シューマイが、プレゼント、ありがとうございます、さっきハートマーク書きました、ありがとうございますありがとうございます、これすごい嬉しい、ありがとうございます、本当にすごいですね、あれ、そんなの置いたよね、さっきね、1だったんですよ、全部1と7だったんですよ、これ素晴らしい、30歳、素晴らしい年にしてください、ありがとうございます、もうこれ大事にします、おめでとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、やった、あ、これはすごい、これすごいですね、でもちょこちょこ泣くんですよ、だからありがとうございます、いや、おめでとうございます、おめでとうございます、いや本当にすごい、はい、本当にすごかったです、これはもう、いい30歳のね、始まりですね、びっくりしますよ、いい境目ですね、こんなリスペクトしてるドラマーさんからこういうものをいただいて、こんな素敵なマジックを、はい、ちょっと、もう今日も夢見心地です、僕は、はい、でも番組なのでちゃんとやっていきたいですね、はい、番宣なので、はいはい、ということで、はい、トシさんから、はい、堀君に素晴らしい誕生日プレゼントが、はい、ありましたが、はい、まあ、ここで、もう一回こうしっかり、ね、はい、まとめたいと思いますけども、はい、JFN、間違えました、大丈夫ですかしっかりまとめてください、JFN、はい、隙間から聞こえてくるラジオスペシャルドラマーだよなるべく全集合2015、はい、ではとしさん、ここでもう一回あの例のまた僕が松田さんがまとめないですかここしっかりまとめたいと思います。行きますんで、はい、はい、実際にこれお願いします。JFN 系列12局ネットで1月31日の土曜日26時から27時の放送です。FM 福井のみ2月1日日曜日24時からの放送です。リスモウェブ、どこでも FM、ラジコプレミアムでも聞けますので、詳しくは隙間から聞こえてくるラジオ、番組ホームページをチェックしてください。内容は第一声のドラマ9名が送るスペシャルドラマは、ドラムの魅力、楽器としての奥深さ、ドラマーならわかるドラマあるあるなど徹底的にこだわった1時間になっております、はい、よろしくお願いします、お願いします、俺がこれ言うのがおかしいそうですよ、本当最初ね松田さんが締めるって言ってたんですけど、ね、はい、はい、そしてあの出演はですね、松田さんと、はい、僕と、ターキーさん、樋口翔子さん、ドラゴンアッシュのサクさん、サムマスターの木内さん、そして僕らがリスペクトする大先輩ドラマーの皆さんね、はい、今日来てくださってる年永井さんと、ドハツテンの坂さん、はい、リンドバーグのチェリーさんがスペシャルゲストとして、
登場いたしますので楽しみにしていてください。はい、はいはい、あとですね、はい、まあ、先ほどもいろいろこう喋りすぎて、はい、撮りすぎたっていう話をしたんですけども、はいはい、まあ、ディレクターさんがもうかなりの量カットしなくちゃいけなくなったということで、まあ、そうですよね、でもまあ内容的にはすごい面白い話ができたんじゃないかなということもありましたので、はい、ラジオ放送後にですね、はい、爆笑未公開トークということで、お、未公開のところを、はいはい、未公開のところをポッドキャストで配信することが決まりましたということで、詳しくはとしさん、いや、ちょっと詳しくはとしさんじゃないですよ、なんで全部としさんに告知させるんですか、これも僕ですよ、すいません、そうなってる、そんしまはい、読みます。JFN 系列12局ネット隙間から聞こえてくるラジオスペシャルドラマーだよなるべく全員集合2015、はい、1月31日土曜日26時から、流れます。 FM 福井では2月1日24時からのオンエア後、報復絶倒の大爆笑トークにもかかわらず惜しくも番組時間内に編集で入りきらなかった未公開部分をポッドキャストでドドンと大配信、はい、豪華ドラマたち9人によるドラム愛にあふれたロックでディープな熱いトーク視聴です、はい、2015年2月6日金曜日昼12時から番組サイトにて音声をアップします、はいはい、詳しくは隙間から聞こえてくるラジオ番組ホームページをチェックしてください。はい、ありがとうございます、ありがとうございますすいません、なんかもうこう慣れてない、責任重大じゃないですかトシさんすいません、ありがとうございます、いや、ありがとうございます、最高です本当に、はい、どうでした、もうこれももう本当この番宣番組も、はいはい、番宣番組っていうのももうなんかちょっとよく分からなくなってますけど、そうですね、内容的にはねかなり濃いものに、事前スペシャルですね、はい、これね、もう終盤ですよ、そうですね、もう本当お別れの時間、30歳ということですね、はい、堀君ちょっと戻りますけど、はいはい、僕はね30の時グレー始めたんですよね、始めたっていうか僕始めたわけじゃないけどグレーに入って、はいはい、である人に男の30はなんかこう、ま、天気というか天命をこう全うするときに始まる仕事が多いみたいな感じで、はい、なるほど、今年こうなんかでかいことを、なるほど、マジックでも始めてみたちょっと待ってください、今気づきましたけどまた終盤に戻ってるんですよね、天職になるいやいやいや、ドラマーで食っていきたいので、はい、松田君は30歳の時は、僕はですね今年37になるんですけど、はい、ちょっとやっぱショックがすごいありました、まあ、20代から30代になるということはもうおっさんになるんだな、もう若者じゃないんだなっていうそういうショックね、なんかショックがやっぱなんかこうなかなか20代からのこう決別ができないまま33ぐらいまで、なんかまあその体的にもあとそのドラマーとしてのまあ成長といいますか、はい、部分的にもやっぱこう感情で若さでガーッといくところからちょっともうちょっとこうなんかいろいろ研究したりとか自分のその肉体的なところを見つめ直す時期に入ってきたと思うんで、なんか多分さっきのお話を聞くとその堀君のこう楽しそうにやっているようなあの魅力のドラマーからもっと実はそこに深さみたいなのがこの10年でこうひょっとしたら何かこう蓄積されていく年になるのかなとは思うんですけど、楽しみですね、いや本当にちょっと言っていただければ本当に嬉しいですね、言っていただけるのは本当頑張ります、ちょっと30代スタートね、よくね、いいですよね、でも楽しく叩くというのは確かに、はい、ありがとうございます、すっごい楽しそうだもんね、いや、ありがとうございます、本当にありがとうございます、顔が恐縮です、あなんかやっぱこうフォームも楽しそうっていう感じありますよね。なんかタム回しが楽しそうで、あ、タム回しがすごい楽しいんだなと思って見る。グランクリニックとかで、はい、どれだけ楽しく叩くかっていうのをレクチャーです、はい、みんなです。ああ、なるほど。が楽しそうに叩ける。そう。DVD です。本当は辛いんだけど、楽しく見せる方法みたいな。なるほど。でもそれ斬新ですね、ちょっと。そうやってるわけじゃないでしょ、でもなんか気づいたらそうなってそういうわけじゃないでしょ、そういうわけじゃないですよ、そういうわけじゃないでしょ、なんかそういう手法をなんか俺はどんな辛い時も楽しくやれるぜっていうこう先人的ななんかでも見てる方はね楽しいですから、いやでもありがたいですよね、本当にいいじゃないですか、いや嬉しいです、30期にいろんなこと始めたらいいと思います、はい、頑張ります、本当いろいろドラムをもっと深く掘り下げていけたらいいな、はい、どうです、としさんの感想的な部分は、はい、
いや今日はもうこんなにマジックやらせてもらってこれ本当レアですからね、やっぱこれもそうですよね。だってトシさんがまずメディアに出ること自体が、いや本当そう思います、本当そう思います、レアだと思いますし、昔僕が出したレクチャービデオでもマジック最後にやってます、はい、それぐらいしかないですもんね。いやもう本当あと3分です、はい、あと3分です、締めましょう、はい、締めましょうか、はい、そろそろ締めましょう、はい、また俺が言うわけじゃないよね。いやもう僕はもう松田さんがやっぱり最後は締めていただいて、はい、はい、ということで、もう最後なんで、はい、この事前番組も、あ、もう終わりもうそうですね。いやいやいや、ですね、はい、もうね、あとはやっぱりその放送を、はい、マサさん、この辺的な部分大丈夫ですか。今だから今ほらカンペもここの距離まで出てきて、今マツダさんに締めてもらいましょうって僕も今言ったじゃないですか。俺の話を聞けよ、あのご覧になってみて。いやいや、もうまたここから仕切り直しじゃないですか。なんですかね、これすごい面白いですね、やっぱり、はい、まあでも本当に、今年もう今年も始まりまして、1年みんな知ってますよ、この社会人始まってみんなで最高の1年にしていきたいなと思いますけども、はい、まあ、番組は、1月の、ね、31日ですね、はい、JFN の系列で、ドラマが集まった番組がありまして、はい、そして、ポッドキャストも配信されるということで、はい、ぜひぜひ皆様に聞いていただいて楽しんでもらえたらなと思っておりますので、はい、はい、いや僕からも言っていいですか、はい、僕も本当にあの今回番組をね、はい、こうやってやらせていただいて、はい、で僕にとってのやっぱり初司会だったのでもう本当にそういう、こう新鮮な気持ちであったりとか、やっぱりこういう先輩ドラマーの方たちからいろんな話を聞いて、はい、こう楽しくまずやれるっていうのが一番幸せだったなって思うのと、やっぱり僕より下の年代のドラマーの方だったりとかバンドに興味がある方だったりとかがやっぱこれを見ていただいたりとか、本編のラジオを聞いていただいて、そうですね、楽しんでいただけたらと、で、ね、うん、でしかもドラムに興味を持っていただけたら一番嬉しいかなと、確かに、はい、思っております、はい、またねこの番組はどんどんつないでいきたいと思っておりますので、はい、あの本当に今回出てくださった、まあ、ターキーさん、はい、ショウコさん、はい、サクさんと、キウチさん、はい、そして、サカさんとチェリーさんにもこの場を借りて感謝をし、はい、したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、なので本編の方を皆さんまずはそっちですね、楽しみに楽しみにしていただきたいなとしていてください思っております。はい、俺の話を聞けるこの番組はもうそういうタイトルにしますか、もう今回は。はい、はい、いや本当にトシさんも本当にありがとうございます。はい、今年もねドラマ全員こう元気で、はい、あのドラマバリバリ叩き、はい、叩きまくりで、はい、叩きまくりの2015年になればいいかな、はい、よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、隙間から聞こえてくるラジオスペシャル、ドラマーだよ、なるべく全員集合、2015。放送とポッドキャストをお楽しみください。今年もよろしくね。お願いします。バイバイ。バイバイ。